そっちじゃない、やばいやばいやばい。はい、ということでごきげんよう、金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、マリオゴルフスーパーラッシュやっていきたいと思います。前回ですね、ビゴリゾートのライセンスをかけてスピードゴルフ18コース連続耐久選手権みたいな感じでね、チャレンジに挑戦しているわけでございますが、今回もねバリバリコースを巡っていきたいと思います。今のところ順調です。ではやってまいりましょう。風速4メーター、ホール7ですね。ホール18まで回らなければいけないので、あと10ホールちょいです。頑張っていきましょう。ここはスペシャル使いましょうか。みんなスペシャル使ってます。ぐる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 、スティンガー。ブルがなんかすごい豪快なのがね、好き。ブルのショットね、使いたい。さあ。ドドドドド、あの体当たり結構脅威ですね。うわー、リュウサー。さて打ち下ろし、そい、怖い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 、ナイスナイス、3.9。お、ナイスアプローチですね。これはアプローチの鬼。さて、あー、シンプルなラインではこれでいけるはず。 OK、 4メーターぐらいまでね寄せれば何とかなりますね。さあ、では次のコース。喜んでる、かわいい。ブルになんか愛着が湧いてきましたね、だんだん。さあ前半もあと2ホールですね。4m パー4。これはさっきと同じようにこっちに行った方がいいですよね、多分ね。テレサがなんかしようとしている。多分テレサとかは違う方向を狙ってるんで安全です。安全安心。今ダッシュ使ったのは巻き込まれそうだったからです。フェアウェイ、毎回あの危ないところに行き着きますね、木の横。まあ、全然いいんですけど、打てるからいいんですけど。さあ狙っていきましょう。ナイスショー、狙うはブル。オッケー、 4.6。 ナイスオン、アプローチの鬼。こんなもんかな、ちょっと強め。オッケー、うまい。今日はパットの感覚が戻ってきている。バーディーです。ドス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 、ブルがボギー叩いてますね。おお、なんかボギー叩くとスペシャルショットのエネルギー量も増えるのかな。なんか今ギューンって増えましたね。よーし、ではパー5ホール9。レディー、パンパンパン。ここはスペシャルショットがたまれば試してみたいことはあるんですけど、たまらなければね普通に刻んでいくしかないので、たまらないですね、これは。たまらないですね、多分たまらないですね。219。怖い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 、ブルが怖い、ブルが怖い、ブルの衝撃が怖い。さあ、たまんなかったので無難に刻んでいきましょう。こんなもんかな。バックスピンかけてなるべく行き過ぎないように。あ、これここ行けるんだ。あ、なんかすごいゴー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 行ってるんですけど、怖いんですけど。フェアウェイ。あ、コインを集めつつ参りましょう。パー5ですからね、刻んでいって損はない。届かないなら刻むべき。ちょっと強いな、ちょっと強いですけど、なんとかなってくれると嬉しい。
うん、行き過ぎている。 20m は辛い。これバーディーパット無理でしょ。上り、お、でも結構惜しかったですね。まあ惜しくても入らなければ意味がないんですが。ああ、まあ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 、抑えました抑えました。 OK、 前半これで終わりです。チャレンジ成功。さあ後半に参りましょう。後半18ホールじゃない、9ホール。Ready?Ready?2、1。スーパー。ドドドドドドド。いけてる?フェアウェイ。あ、いけました。さて、またこの絶妙なところを通っていかなければいけない。うお、これは困りました。これスペシャルショットで抜けますかね。抜ける気があんまりしないな。やめとこうかな。ちょっとこれは無難に刻んでいった方が良さそうです。そっちじゃない。やばい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 、全然違うとこ行った。どこ行ったか分かんない。バンカー。これはまずいことになりましたよ。これはまずいことになりましたよ。やらかしましたよ、これは。出しましょう。クー。なんてことだ。でもいい感じのリカバリーになりました。ナイス。フェアウェイ、ナイスリカバリー。こっからです、こっから。ボギーを叩こうともなるべくスコアを落とさないことが大事。6.7 入れる。こう。オッケー。最低限のミスで済ませましたね。いい感じです。なんとかなります。さあここから立て直していきましょう。パー3、打ち上げです。こんなもんです。ドドドドドドド。ここは刻む。アプローチの鬼。怖い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 。ブルこっちに突進してこないでほしい。はあ。ブルが外してますね。まあ、なんか時間以内に回れば全然問題ない。ブル外してますね。さっきの私みたいにドツボってますね。そう、ゴルフはたまにドツボるんですよね。ゴルフゲームは。さ、次です。パー5。ここはぶっ放しましょう。ここらへん。オッケー。スティンガー。コインが取られる、コインが取られる。乗ってます、乗ってますね。フェアウェイ全然乗ってますね。オッケーオッケー。あ、届かない、届かないということはここら辺に出した方がいい。と、なんかさっきのホールからあんまりよろしくない流れが続いてますね。こういうよろしくない流れの時にバンカー行くな、バンカー行くな、バンカー行くな。よしよしよし、 OK です。こういうよろしくない流れの時にいかにね、堅実にゴルフができるかっていうのが勝利の分かれ目になるわけです。焦ってはいけません。若干早口になって焦ってるような気もしますけど、焦ってはいけません。決して焦ってはいけません。焦ったものから負けていきます。オングリーンしてない。
一応乗ってる一応乗ってる一応乗ってる。はーん、セプタこっちの方が強そうな感じがしますね。で、上りこんなもんだ。ほぼまっすぐだと見ましたが弱かった。ナイスタッチ、ナイスタッチ、タップイン。ほい、まあ、とりあえずパーなので良しとしましょう。さあ、まあスコア本当にね、記録すらされてないですからね。チャレンジ成功。さあ次です。残り9ホール、9ホールもない、6ホール。さあ13番ホール、15番ホール以降はね、正直未知の地なので、ここはトップスピン入れていきましょうかね。ほい、ドドドドドドド、みんな元気、みんな元気なこと。うん、いい感じに岩を越えましたね。スリップストリーム、ほぼ同じ高さ。オッケー、岩に当たることもなく着地狩りですわ、着地狩りですわ。いけなかった。ナイスオン、ナイスオン。これまたちょっと難しい。下り強い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 、けど入る。オッケー、バーディー、いいですね。さあここでバーディーを取ったのはなかなか気分的によろしい。14番ホール、こっちの方でやりましょう。よいしょ、ドド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 ド、フェアウェイ。おお、ブルボバンカーギリギリにぶち込んできてますね。ここはフルショットで、外した。くっ、よし、あ、バンカー入ってます、バンカー入ってますね、バンカー入ってますね。困ったことになった。こっからのリカバリー、うわー、サンドウィッチなら出られるわ。バンカーはほぼ強めに、ほほほほほほ、死ぬかと思った、死ぬかと思った。ここは入れたい。思ったより曲がった。ボギーでした。攻めすぎましたね。悲しい。まあでも時間的には全然余裕なので良しとしましょう。次パー3。こっから未知のコースですね。あー、ここの水が抜けたのか。なるほど。打ち下ろし。ちょっと弱めに打ちましょう。ナイスショー。これどっから降りればいいんですか。うわ、これどっから降りればいいんですか。いた、そっちですか。コースが全然わからなかった。グリーンまで1ヤード、乗ってない。ここコース難しいですね。ヤフー、あ、行き過ぎましたか。まあこれはほぼ、いや寄せた方がいいな。これは安全策でいきましょう。よいしょ、意外に飛んだ。 OK、 パーです。最低限最低限、ブルも入れましたね。あれ2人ともボギーだ。44分44秒、不吉な時間である。さあラスト3、ここをクリアすればなんとかなりますね。もう完全に未知なんで、上コースと下コース、これは明らかに上コースでしょ。ただサンボがちょっと嫌な位置にいるのが気になりますが、ナ
な。下コース狙いました、ね。まあブルの狙いはさておきましょう。とりあえずはいい感じに行きましたね。うん、スタミナがない、スタミナがない、ほぼ同じ高さ。右の方にいるあの4体ね、なんか砂のドラ砂版ウンババみたいなのがいるのが結構威圧感がありますけど、バーディーパット、うん、傾斜が結構強い。こんなもんで惜しい。はい、パーです。パーならよし、パーなら文句はありません。さあラスト2ホール、優秀の美を飾りましょう。パー4は段差がありますね。だんだんですね。普通に乗るかな。あんまり弾道低いショット打つとやばそう。ナイスだ。さあ参りましょう。ドドドドドド、フェアウェイ。うわ、これはコントロールをミスったら死にそうな気がしますね。なんとかなるか。強い、ブレたんですけど、ブレたんですけど、まあわざと強めに打ったのはある。ヒッ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 、ペナルティーエリア、ペナルティーエリアです。これは OB ですね。要するに攻めすぎましたね。まずいですね。ラフまずいですね。下手くそですよ。打てますこれ。打ててくれる。5ダメ、6ダメ。くー、ここでダボを叩きますか。つらい。テルサ、テルサ、テルサが頑張っている、テルサが頑張っている。しばらくテルサをご覧ください。みんなボギー以下でしたね。私が一番スコア悪いけど。さあラストです。ラストホール、パー5。おお、ここがみんなが守ってるあそこなんですね。なんでこった。あそこスティンガーでぶち抜けませんかね。試してみましょうか。最後ですし。うおめちゃくちゃ今のところスピード乗らなかったですね。坂道、フェアウェイ。さあスティンガーならきっと行ってくれるはず。そのためのスティンガー、ぶち抜け。ダメでしたダメでした。全然ダメでしたね。びっくりするぐらいダメでした。びっくりするぐらいダメでした。攻めすぎてはいけないということですね。へえ。でもまだ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 です。いやもうボギーなんですけど、ボギーなんですけど、まあなんとかなるでしょう。入れていきましょう。嘘だ。落ち着いて落ち着いて落ち着いて。はい、オッケー。なんとかなりました。ダブルボギー。時間はセーフですか。セーフっぽいですね。ギリセーフっぽいですね。ナイス、ナイス。危なかった気がする。はい、これで多分クリアでしょう。危なかったけど、シルバーにランクアップ、四つ星ですよ、ついに。オッケー、2レベ、3レベ、よ、3レベ。
OK です。さあシルバーランクになりましたが、見事なプレイでしたよ。直接見たかったです。試験に合格です。シルバーライセンスのプレイヤーとなります。期待していますよ。モンスーンフォレスト、シルバーランク以上しか入れない難しいコースです。なるほど、モンスーンフォレストですね。よし、ではね、今回はシルバーランクに上がったということでこの辺りとさせていただいて、次回ね、モンスーンフォレストなる場所に向かっていきたいと思います。といった感じで嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。